申し訳ない、ちょっと伺わない関係で、なってしまうかもしれませんけれども、ご質問いただいた再生の経営方針に関するご質問をいただいておりますので、それに関してお答えさせていただきたいと思います。そして基本認識のところで、事故の責任を全うし、世界最高水準の安全と、その下での責任に関するご質問として、事故の責任を全うしたけれども、どのような責任があるのかと。2つあると思っております。1つは法的な観点から原子力賠償法の責任が当然のごとくあると思っています。またこれに基づく責任については、先般制定されました原子力損害賠償支援機構法と、この仕組みによって私どもはこの法的な責任は出してまいりたいというふうに思っています。もう一つ、二つ目は、会社を含み社員としての道具的社会的責任と思っておりまして、事故が引き起こしました甚大な被害や、ご苦労苦しみこういったものについて、会社としてあるいはそこに働くとしまして、機械食材の意識でもそうですね、賠償をはじめ除染あるいは対応、それからもしお許しいただけるのであれば地域の復興等にですね、最大限尽くしていきたい、そういう責任を果たしてまいりたいというふうに思っております。ちょっとやったはい、そのつくか、過失無限責任を、当然治るかということの質問ですけれども、原子力賠償法では原子力事業者としても決めまして、業者に一般に昔に、それは、そうですか、はい、準備しました、説明した方がいいです。そうですね、これご質問もあるかなと思いまして、昔無限責任があるかどうかということについては、原子力事業者に現売法では昔無限責任が定められております。そうした中、今回の先ほど申し上げた機構法におきましてですね、今後国との間での機関の在り方について検討されるというふうに聞いておりまして、そういった議論なり検討が今後なされるだろうと、このように理解をしております。それから最高水準なんで、はい、お願いします。世界最高水準の安全確保についてですね、これ何を言ってるのかということでこれは甚大な事故を引き起こしました事故者としましてですね、その事故に対する深い反省のもとで、原子力設備も含めて、あるいは他の原子力設備を含めましてですね、世界最高レベルの安全意識と、それから技術的能力を持つ組織として我々、生まれ変わりたいと、こういうことを申し上げております。これに関しては先般お出ししました安全改革プランの事故の総括でもですね、我々そういった意識が足りなかったということを率直に反省しているところでございます。それからこの次の質問、自らの使命とは何か言えることは何かということですけれども、これは先ほど申し上げた使命として、この再生の経営方針などに書かれております事故の責任を全うし、世界最高水準の安全確保と競争のもとでの安定供給を得るということを使命に掲げています。事故の責任は先ほど申し上げた点もあり、があって、それを全うしていくということが重要な使命となります。免許返上ですよ、やるべきことは。じゃあ次はちょっとね、ところで忘れちゃって、損害賠償はまた後で出てくるんですけど、結局当然は損害賠償責任があるのにもかかわらず損害賠償をしないでしょ。今は税金で払ってるし、この後は要するに、電気料金で払うというふうなことで、東電自体が払うのは特別負担金の部分について、借りてる金を返すということで分担するだけだから、そういう意味で言えばだから全うしてるというふうには言えないわけですよね。この法的な部分での損害賠償の責任を取るよって言ってることに関してね、
それからまあ社会的、道義的責任があるとか何とかって言ってるんだけど、私は責任はね、要するに自己原因っていうことについては、今日問題にしたことだと思うんです。つまり改ざんをしたりね、それから隠蔽をしたり、それからこうありえないこととか責任を転嫁したり、こういう体質が事故を生んだ自己原因なんですよ。でそれがだから終わった後、こうやって変わるよって言ってるんだけど、変わってないでしょっていうふうな認識を皆さん持ってほしいんですよ。だってこうやって今言った玉井さん個人にね、責任を下ろしようなやり方をしてたんじゃ変わってないわけですよ、全く。だからこのネズミがうんぬんっていうこの後から出てくる話についてもそうなんだけど、全然変わってないでしょ、同じことを繰り返してるでしょ。そういった東電が今管理してるのが一番危険なんですよ。そういう東電の体質体制がそのまま残ってて、あれがこっちに変わっても全く変わってない体質っていうのがあるわけですよ。頭の部分でのね、委員会に変わりましたよ、監査法人ってのが委員会に変わりましたよって言ったところで、中身が変わってないと変わらないわけですよ。それをだから例えば上の人たちなり皆さんが気づいて、皆さんが変えてもらわなきゃいけないんだと思うんですよ。だってこれをだから読んでておかしいなって自分たちでもね、っていうふうに思わなきゃおかしいんだと思うんですよ。こういう方針なりそういうものを、この理念をやって、例えば具象化しようと思ったらばね、具現化しようと思ったらば、ここをまず考えないとならないでしょっていうふうに、まあ、認識されないとね、変わらないんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、どうなんですか。賠償のこと、今その答えを答える前に、私が今賠償の話出たのに、すごく東電 の、 あの私たちが出した書類を精査するのにすごいんですよ、素晴らしいんですよ。私はあの一昨年の11月にあのくよくよしててもしょうがないと思って、私2泊3日バスガイドしてるんですけど、2泊3日の仕事を3回で9日間働いたんです。それをちょっとポロッと言ったか書いたかしたらば、やっと私初めて、2月だか1月に書類出したら戻ってきたんですね。その9日間働いたその分のお金を私が1年間働いたこの給料の保証から引かせていただくので、それの働いた分の、まあ、明細を送ってくれて、私も一昨年の、10月だし、それともアルバイトでちゃかちゃかってやってしまったので、それはどこ行ったかわからないんですね。でも通帳には振り込まれてあるので、まあ、一生懸命探ってなくて、結局この私に仕事してくれた人がパソコンに入れてあったデータを出してくれました。そして送ったんですね。送ってやっと一件落着して、あ、やっとこれであの少しお金が入るなと思っていたらば、また書類が来ましてね、本当にあのまだ結局まだ私1回も振り込まれてないんですけども、もう2回も3回もその本当に内容素晴らしいんです。その書類の、私たちの書類を本当に精査する能力を、それを会社の本当ですよ、会社の自分たちが隠していることだとかいろんなことをね、本当にこう炙り出すことに使ったらどうかなってくらいです。あ、どうぞでも本当に素晴らしいですもん、本当にこの9日間私が働いた分をしっかりと聞かれることになりました。でも書類が出てこないって言ったら、担当者さんが気の毒になって、もういびきをかかなくてって言ったんですよ。かわいそうだと思って、私がもういびきをかかないで出して、そっちの方で税務署でもどこでも調べてくれって言ってくれって、東電の私の担当の人がね言ったんですよ。まあ、ついでだから言いますけど、この人は破綻させて欲しかった、東京電力を、そして全て停滞したら私たちは一生加害企業の社員として生きていかなくても済んだ、一応一回整体してやり直した会社の社員ということになれたのに、本当に破綻させて欲しかった、悪いのは誰ですかって言ったら政治家だって言いました。会社に
あの会社にたかってきた政治家だって言ったんですけど、私はそれに対してそんな政治家にたかられて簡単に出したどうでもバカだよって言いましたけどね、本当に破綻させてやり直してほしかった。結局あの破綻させなかったのは一人一人私たちに頭を下げて土下座してね、この書類を書いたりね、本当にすいませんってね、やる仕事を国家公務員がしたくなかったからですよ。東電の社員にさせたかったからですよ。だから本当は破綻させてやり直すべきだ。そう思いますね。それで、ちょっと時間がないので、5兆会社って5兆円しか払わないので、まあ、ちょっと足りないよとは言ってるけども、そういうつもりでいるんですか？いや、それはございません。どういうつもりでいるの？要賠償額っていうのは。この再生の経営方針の時に掲げてきた、まあ、考え方として、まずはその前に総合特別準備計画というのを出しましたけれども、はい、この時には、資産額をこれは出してみないと、10年間で会社の経営としてどうなるかであるとか、会社の負担額としてどういう枠になるかということが議論できなかったものですから、それを一定の回答をいただいたものが、まあ、あの額であった。それは財務調査委員会というものがございますが、そこで出した見積もりをもとに、それはだって11兆とか10年間で11兆10年間で11兆、はい、でしょ。それを使ってないんですか？あれは全部か、賠償も全部含めて11兆だ。いや、賠償だけで11兆なんでしょ。確か経営財務委員会で出した見積もりっていうのは、要は賠償額が11兆でしょ。2年間で4兆5000っていう、それで 10年間で11兆いくらっていうね、そういうものをだから経済委員会の方では島郷さんの委員の時に出したのはそれでしょ、はいはい、でそれをだから使えばいいと、うん、だからあそこでもう要賠償金決まり額を出してるんだから、はい、今下神戸さんが会長にもなってることだしさ、なんで使わないの？それを使わなかったということではないんですけど、またあるいはその5兆円でその決めたということでもございません。先ほどご指摘ありましたように、だから10年間の計画をやってるんだったら、はい、10年間のね、要賠償額って言ったら出さなきゃおかしいでしょ。でないと事業計画なんてできるわけないんだから。まあ、この点につきましては後ほどのご質問にもお伺いですけども、私どもの方で、すぐにお支払いができない部分、つまりその会社として資力がない資力の問題じゃなくて、はい、要賠償額っていうのはどれだけ賠償が必要なのかっていうことをまず見積もり必要があるわけですよね。その中で見積もりがあって自分のところでの資材としてあるかないかっていう、そういう判断が次に行われるわけだから、まず最初に要賠償額の見積もりを出さなきゃおかしいわけです、当然。そうでしょ。今見学さんが言ったのは逆です。自分の金があるからこんだけしか払わないっていうのはおかしいわけです。そうじゃないんです。そういう意味で5兆円についても今、機構法の枠組みの中で、交付国債でお金を抱えていただいて、交付国債というのは5兆円に決まっちゃってるだけの話でね、要賠償額、見積もり額とは違うわけですよ、はい、ね、それをだから、逆に言ったってしょうがないわけです、今まさに現実としてね、見学さんが言ってるように、もう3兆いくらぐらいしか払ってないわけでね、実際問題として。2年間で4兆5千は軽くいくだろう、5兆円はいくだろうっていうことで広告債は5兆円になってたのに、全然渋ってるわけですよ。こちらの方に全部 10万円そこそこぐらいしかいかないでね、渋ってるのは東電が配分してるから渋ってるわけですよ、国民の税金を。5兆円がこう上限にすべく何か渋ってるとことはございません。これは信じてください。それはいいんです。それは現実の話としてそれぐらいしかまだなってないからって話なんだけど、はい、要見積もり賠償額をね、賠償見積もり額をなんで最低でも11兆っていうふうに下神戸さんのところで2年前、3年前にやってるわけだから、それを使ってどうして要賠償見積もり額を入れないのか、そこから要するに10年間の事業計画を立てなきゃおかしいでしょっつって。それはできないのは分かりますよ、債務長官になっちゃうからね、できないんだけど、でも債務長官にすればいいんだよ、だから。
その旅館を直接言いますと、その経済財務調査委員会の時の試算というのはあくまでもマクロの想定とかで計算していて、はいはい、まあ、もちろん考え方次第で、すみません、私間違った発したらあれなんですけども、仮定を置けば、もしかしたら試算はできるかもしれないというところでやっていたかと思いますけれども、今私ども の要賠償額というのは、その極力角度の高いものを足元まで見込んで、作っているということになっておいて、もちろんそれがどこまで膨らむかというのは、今の時点では見通せないということで、やっていきたい。見通せないということで、否定的にはしたいんだけどね、そうじゃなくて、はい、計画っていうのは10年間で計画してるんだから、大体このぐらいかかるよねっていうふうに、下焦げさんのところでやってるんだから、それをだから、いや、もう少し増えるねとかね、もう少し減るねとかっていうことで、やるのは当たり前、10年間のスパンで事業計画っていうのをやってるわけだから、事業計画ね。だからそれはそれで、10年間のところでやってるわけだから、それはやんなさいよって言ってるわけです。それで申し上げたおっしゃる通りのところもありますけど、全体のその10年の収支計画というのは、その賠償の方はまたちょっと切り分けて考えているところがございまして、もちろんそちらはそちらで、額が変わってくると、ね、まあ、それはまあちょっとあんまり長く話しても嫌だから、はい、もうこれでおしまいにします。はい、その要するに事業計画の中に、まあ、それ賠償は別だって言うと別じゃないんですよね。だって出ていくとお金と入ってくる金で全部やらないと事業計画なんかできないんだから、はい、ね、入ってくる金がいくら、出ていく金がいくらということで、いや、だからあといくら戻るから特別事業、特別負担金もいくら払えるよとかっていう、はい、そういう話になってくるわけだから、はい、あなたが言ったことは今ありえないわけですよ。計画を、事業計画を立てる上では。そんなこと言うのはおかしいわけです。それでやめておきます。はい。はい、それでも負担金の方に入ってください。それで負担金の方が、はい、それで、ちょっと少しまだ残っておりますので、企画の吉田の方で、はい、4時まで、はい、はい、フォローしてもらいますので、ちょっと申し訳ありません。はい、なんか感想聞きたいみたいな。大変だろうけど、ちょっと言ってください、感想。先ほど、現地の人たちのね。いや、非常に市民の話しながら。私、高校生とか来て話しても、皆さんそう答えるしかないことはもう、たったの1年間でこの国の仕組みっていうのが分かったのでね、もう皆さんがやったことじゃないし、いつも言うけど、皆さんが自信を起こしたわけじゃないし、皆さんのためは原発爆発だけじゃないけど、でも私たちが言うことができるのは皆さんしかないので、でその皆さんの気持ちが動いてくれて、皆さんがその上の人に言って、なんだあのおばさんにやり込めなんてとかって言われた時に、じゃあおめえら行けよって言ってほしいんですよ。お前らできないよ、お前らのやった口まずじゃねえかって私は言ってほしいんですよ。そのために通ってるんですよ。だって皆さんはそうしないと頭の中がカチンコチンで何をどうしていいか分かんないんですよ。国民からもう俺らはバッシングされるあれだって、私たち2年経って気がついたんですよ。東電社員バッシングしたって何も仕方がないっていうことを気がついたんですよ。で私全国の現役の電力会社の社員たちとつながろうと思ってます。あんたたちが心負けないで会社に言えと、そして会社の、てっぺんの、何がてっぺんかわからない、管理職ほど心が腐ってると思うんだけども、その人たちを動かすのはやっぱり下からどん少しずつ少しずつやらなきゃいけないんだということに気がついたので、だから通う。だから皆さん今日書いたら、なんか文句言われたり、お叱り受けたら、じゃあ次はお前が行けよ、言ってください、お願いします。お叱りなんか受けませんので。いや。じゃあ、金田さん、これで対応します。では、会議の方に行きます。よろしいですか。はい、負担金について事前にご質問いただいた点について基準をご説明させていただきます。まず一般負担金、総合38条で既婚の上に要する費用ということで負担しておっしゃる通りです。それで、一般負担金で東電への交付金というのを返済するのは38条違反ではないのかということと、この経営方針を機構及び経産大臣に認可するのかというところですけれども、基本的にちょっと法律読むとですね、結構いろいろ読みづらいところありますけれども、基本的にこの機構のお金で要は一般負担金ですとか特別負担金、特別負担金は今
事故の当事者で弊社が払っているところですけれども、それを合わせる形で特段色をつけずに、国庫に納付するという形になっておりますので、特段その、国庫に色をつけて納付されるわけではございませんので、一般負担金がその、結果して、当社のその機構に運営を要する費用ということで当社に賠償費用として使われている分に関しては法律の違反ではないというふうに思っています。ちょっと私何条だか忘れちゃったけど、交付国債の返還に 返還するっていうのが出てくるんで、公金のあれだから、はい、これに対して特別負担金が要するに返済するよというね、確かそういう規定があったと思うんですけど、確かその特別負担金に関してはその、要するに東電に、要するに資金を提供した先が要するに特別負担金を国庫に返還するということですね。あ、国庫ってことは書いてないけど、返済をすると。でつまり返済をするのは誰か、返済するのは何なのかって言ったら、要するに公金なり、それから資金として貸付人の人も何人もそうだけども、資金として要するにその事業者に来たものについてはだから特別負担金で返済をするというふうに言ってて、一般負担金でそんな返済するなんていう項目はないわけです。特別担金に関しては、公募の、中で、52条というところで、資金援助を受けた原子力事業者、我々が、納付べきする負担金として、基準にのっとってその定めるのを、それを一般負担金に合算して、我々は納める。合算なんて書いてないですか、特別負担金で負担をするっていうふうにして、それで返済をするって書いてある。そんな、そこで一般負担金のことなんか出てこない。山崎さん、そうだよね。専門家なんだから。調べてこないよって言わないけど、ちゃんと質問出してんだからな。そんなこと一つも書いてないよ。すみません、公文のちょっと確認しますけども、そう書かれていたと、ちょっと確認をいたします。はい、そういう解釈なの？じゃあ、そうするとね、原配法のね、要するに責任集中の話からすると、はいはい、要するに他のところをみんなこれでいくとさ、まず他電力、はい、それから消費者、はい、これがだから要するに損害賠償金を負担することになるんだけど、これって OK なわけだって原配法から違反するでしょ、4条かなんか責任集中の問題からすると、ここの中では、その支払いした額、この原配法ですとか、原配機構法の見直しというのは、見直しなんか何も言ってないよ。だって先の話してんじゃなくて、今の法律の話してるんだ。そういう意味で言うと、一般負担金と特別負担金は、それを合わせた形で、機構の収支上を余剰された分は、それを国庫に納めるという形になっているので、それを国債で償還された分の返済に当てるという。なんでそういうかっていうとね、特別負担金は事業利益の中から出すんだけども、一般負担金は費用の方から出すわけだよ、はいね、だからここで2つ意味があるわけですよ。この費用の方から出すってことは、ね、まず他電力のが一般負担金で負担してるってことで、はい、要するに損害賠償責任を負っちゃってるわけ、はい、それで費用の方に入ってるから消費者もこれにつられて負担することになっちゃうわけですよ、はい、メーカーも何もね負担しないのに、全然製造業違反、製造物責任については免除するよってことで負担されないようにもかかわらず、他電力と消費者に、はい、電気を使う消費者、これは東電だけじゃないですよ、だから他 の消費者についても、全国の消費者について、はい、沖縄を除く消費者については東電が払うべき損害賠償金を負担するんじゃならないんだよ、一般負担金に入るってことは。それはおかしいでしょ、原配法の違反でしょ。原配基本法の中では原配法の違反でしょ。原配法は責任集中を謳ってるんだから。山崎さん、そうだよね。直ちにその原配法違反になるかどうかというのは、なんで、元々立て付けとしては多分原配法に基づいて、でそれは特別法として基本法ができてますから、ですから、一応現場の中での話、具体的な仕組みとしての基本法なんですね、うん、ですから基本法に基づいてやってる以上は直ちにその現場法に違反するということにはならないはずなんですけど、要するに現場法に基づいて基本法ができてるんだから、現場法に違反するようなもうね、逆に運用の仕方っていうのはできない。基本法は現場法に基づいてできてるわけで、だから上に私はだからね、それは
もういっぱいの違法があると思うんだけども、少なくてもまず現場違法の違法がね、あったとしたら、非行法についてはやっぱりそれは違法なわけでしょう。要するに責任集中ってことについては、責任集中が現場違法で決まってるんだから、ね、要するに東電が払わなきゃいけないってことになるわけです。私さっきからずっと言ってるように賠償責任はあります、なんとかしなきゃいけませんっていうふうにさっき事業計画の中で言ったでしょ。それは東電に責任がありますよ、東電が賠償責任を払いますよというふうに言ってるわけだから、東電が払うわけですよ。ところが今は税金で払っておいて、ね、東電がまたそれで返すならいいんだけど、そうじゃなくって、今度はだから他の電力会社と消費者がその国民が払った税金について返済をするわけだから、そうすると損害賠償責任っていうのは他の電力会社とその消費者、それが賠償責任を負ったということになるわけですよ。そうでしょ。それは現場法でいうとこの責任の集中からすると違法なんですよ。そういうふうなことをやってるってことは違います。だって責任集中してないじゃん、分散しちゃってじゃん。損害賠償金を、ね、他電力に払い、他電力ってだって結局はそのまま一般負担金だから消費者が払うことになるわけですよ。そうでしょ。ちょっと今のそういうふうに決めて、前年度はそうやってやって気候の一般負担金をさ徴収してんの。それで国庫に入れてんだから、国庫に入れてるってことは要は交付金、国庫交付金のところの返済になってるわけ。ちょっと本会社はちょっと、いやだから、ね、だから、いや本会社はじゃあ山崎さんのところだからさ、ね、そんなの全然検討してないなんて言わせないよ。だってこんだけでかいことやってんだから。まあそれを、まあ、我々が検討することかどうか。いやいや我々ってだって東京電力がだってだから言ってるじゃない、事業計画の中で何だっけ、再生計画の中でそうやってやって830億っていう計画を立ててるのは東京電力が立ててるんだよ、自分の計画の中で。それで一般負担金で他電力に負担させるっていうことの計画をやって、それを出したけども、いや他電力がじゃそんなに負担できないよってことで7割になったわけでしょ。今度要するにあれですよ、その賠償として使われるお金が国から入ってると、でそれの資金、それの返済に当たるため の, その資金として他電力からの一般負担金もそれに返済に当てられてるんじゃないかと。当てられてるんで、それがまあ、現場法から言えば、あとまで加害者が払うんだと、それが責任集中だという。加害者っていうのも本当に事業者だから、この場合は東電ですよ。東電だからこそね、例えばステークホルダーとして考えていれば金融機関だってそうだしさ、ね、メーカーだってそうだし、ゼネコンだってそうだし、下請けの業者だってそうなわけですよ、ステークホルダーとして考えれば。そこはだから全然一切その負担しなくていいよと、責任集中だからいいよっていうことで放置されてるからこそね、現場法の中で責任集中の問題でみんな製造物責任も何も排除されてるわけでしょ。そうでしょ。でそれなのになんで消費者が負担しなきゃいけないの。まあその、まあ、消費者ってそのままあれですか、他電力 の, 電気を使えなくてるわけです。そうそう、だって一般負担金に入れるってことはそういうことだ、経費に入る。ちょっと確認しますけれども、なんでしてないの？ちょっとあくまでその責任集中っていうのはその被害を受けた原子力損害、原子力損害事故としてですね、うん、被害を受けた方に対してじゃあ誰が払う、うん、賠償する責任があるかって言ったら、まあ、当然事故を起こした加害者である東電で、ね、うん、でそれが現場法で決められていると、うん、で結局そのじゃ主力っていう話についてじゃあっていうその仕組みが今機構法でできてて、でその東電に対するその主力なりその国に対する負担金っていう法の仕組みとして今競合ができてるわけですね。いやだってさ、ですから責任集中ではあくまでその被害者の方々に対して誰が賠償金を負うかっていう話とはちょっとまた違う話なので、直ちにその現場法違反っていうものになるとは思わないですけど、全然考えてみれば、それで今払ってるのは全部税金に払ってるわけですよ。そう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 、ね、東電は一銭も出してないわけよ。ですから一銭も、そうそう、ですからだって実質的に誰が負担してるかっていう話と、その被害を受けられた方に誰が賠償責任があるかっていう話と、責任があるっていうことはね、責任イコール支払い義務ですよ、はい、ですからそれは当然だから。そうでしょ、そういう考え方がやっぱり自分たちの会社が犯したっていう罪の意識がない、全くないですから、もうなんかいっぱいいろんなことを勉強してると思うけど、いやでもそうですよ、結局そうですよ、法律違反かっていう話であれば違反ですよ、
あのそういうあの立て付けになるっていう話。いや、どういう立て付けにしようと、だから違反ですよ、だからそれは現場法の。まあそれはね、だからちょっと考えてないっていうのも変じゃないのだけど、本当にこれ違反ならないってことね、じゃあね。できればあの答えはあの時間の中で、はいはい、まあ、だから違反にならないってことでね、はい、そういう意味ですね。はい、すいません、続きまして、いやちょっと待って、はい、それでね、いやもう時間がないから、はい、そのパッパッと聞いちゃうけどね、確認しちゃうけど、そのさっき言ったその計画の中で、はい、もう去年は半分だったけど、はい、ね、あの今回7分目、12分の7、っていうふうなことでのね、はい、決まってるわけだけど、はい、それについて東電が一生懸命こうさ計画してるんだけど、はい、それってなんかおかしくないって言ってるの、もう全然おかしくないの？おかしいことしてます、だって自分が責任を取らなきゃいけないことをさ、はい、他にか、まあ、払いよってさ分散してるわけだもん。12分の7のお話ではなくて、そうそうそう、だってそうじゃん、だって東電が本当は5兆円なら5兆円っていうものをさ、はい、支払わなきゃいけないわけなのに、返さなきゃいけないのに、ね、まだ支払わなきゃいけないんだけど、はい、それから返さなきゃいけないんだけど、はい、それをだから他電力に分担させて、消費者に分担させるっていうことを、はい、東電が計画するっていうこと自体がおかしいと思う。その額についてはあの私どもが計画してるわけではございません。額もさることだから、そういう仕組みを東電が考えるってこと自体がまず発想としておかしいんじゃないの？仕組み、あのその機構、法自体の。そうそう、いや法じゃなくって、法は側が言ってる、私は違法だと思うから、はい、それはだから、現場法も支援機構法にも違反してるというふうに思うけどね、はい、そうじゃなくって、事業計画の中で、こういうふうに東電自体が計画を作るってこと自体が、なんか、あんた何よっていうね、泥棒がなんか知らないけど、違うことをやっててさ、なんか、いや、捕まらないんで、そういう、これはみんな私の責任じゃありませんって言ってるようなもんでね。あのこの間の示したあの11月にお示した再生の経営方針の中で、はいはい、まあ額を、まあ、ある程度仮定を置いてますけど、これはあの別に国の認可を受けているものですとか、違う、ね、そういうものになって、あくまでも、経営の意思として資産をして、ね、そうです、はい、だからなんでだからその国の何も関係ないところで自分が東電が勝手にね、はい、勝手にそうやってそういう計画を作るのって言ってるの、何かに例えば法律に基づいて作ってるってならそれはそういうことでございます、ね、そうじゃなくて、はい、なんでそういうふうに自分が責任あってやらなきゃ全部責任を負わなきゃいけない人間がね、他の人にこうやってやって振り分けるわけ、その責任を。そういう意味で言うと今の現行のスキームの下で、おっしゃるように、それがいいのか悪いのかという議論があったとしても、あの今の隙間の中で一般負担金、特別負担金という枠の中で、現行の過程に基づいて、あのこういう数字で、いうことをあの全体をお示したということなんですが、示したというのは、なぜそういう発想になるのかが分からない。他の電力会社なりね、消費者に負担をさせようという発想がなぜそこで起こるのか。だってそういうなんかね、経営方針なりなんなりっていうことはね、要するに損害賠償金についてはこうやってやってみんなに分散させようという発想があって、そういう計画が起こるわけですよ。自分とこだけで責任を取ろうなんていうことじゃなくて、人に取らせようという、そういう発想をなぜするのかって言ってるの。分かんないよね、私も分かんないんだよ、そういう発想が出ることが分かんないんだよ。現実問題としてあの視力がないという中で、あの東様にあのお金をあのその賠償の額をあのやるために今の方法はどうしても必要で、そのために借りなきゃさ、人からさ取っていいんだっていう、そういうことじゃないでしょ。だって、まあ、ただあのそれも含めて私どもは責任を持って、まあ、あのそのお金を出せない、取れないから人に頼むわけでしょ。だってそういうことでしょ。だって自分で払う責任が取れないから他の人に払ってもらうんでしょ。だってそういう計画じゃない、この計画は。返済計画っていうのはね、損害賠償金の返済計画っていうのは、ね、自分じゃ払いきれないから、ね、電気を使っている皆さんに払ってくださいよっていうふうに振り分ける、そういう計画じゃないですか。それがそんな感じになるんだなって思ってるから、私たち本当はもっと請求したいけどね。でもそうなるといずれ世間から福島の賠償のために俺ら金払わなきゃなんないなって思われる。それじゃなくてもいろいろバッシングされたりいろいろあって、
もうどうでもいいというふうな気持ちにこの国は追い込もうとしてるんだなぐらい気づいてるわけです、はい、本当は国民はいくら払ってもいいと思ってるんだよ。でもそれはできないのはだから東電が真ん中にいるからだ、はい、だから東電が潰れちゃって違うふうにして国がちゃんと払ったりなんかする補助するんだったらいいわけだよ。それに利用されてることが真ん中に返すことだよ。それが問題なんだよね。国が利用してるわけでしょ。国は責任取りたくないよ。東電って言わせて、まあ、今の話だと全然ちょっとね認識が全然違ってるから、これはちょっとまた別のところであれしなきゃいけないんだけど、少なくてもそれは山崎さんちゃんと調べてさ、まあ、理由考えないと、もしあれだったらそんだったらね。そこの理由ですか。そう違法でないというね。だってこれおかしいよ。まあ、それちょっといいわ、また後でやるから、はい、ちょっと今日時間がないからさ、また別の機会にですね、ちょっとやりたいと思います。はい、現場はこのことを言わないと分からないと分からない。大丈夫ですよ、原子力運転等の際、はい、当該原子力の運転等による原子力損害を与えたときは、これは当ですね、当該原子力の運転等にかかる原子力事業者、東京電力が、その損害を賠償する責任人数、でこれが第3条、第4条、前条第3条の場合においては、同条第3条の規定により損害を賠償する責任に任すべき原子力事業者、東京電力以外のものは、その賠償の、その損害を賠償する責任に任じない、否定者で責任集中です。これだから東北電力と北海道電力が払う理由がない。にもかかわらず、支援機構法においては第58条、当たり前のこと知らないんだと思う、この一般、負担金の納付については原子力事業者、原子炉の運転等に規定する原子炉の運転等のうち、あ、ごめんなさい、実用発電用原子炉を運転している会社、電力会社ね、は機構の年、事業年度ごとに、毎年度ごとですね、機構業務に関する費用に当たるために負担金を納付しなければならない。業務にかかることだから、負担金、賠償金のことについてのね、あれは入ってないんですよ、一般負担金は。要するに運営費用だとか、そういうものについては、各事業者が、減免を入れた事業者が負担をするというふうになってるわけです。機構の業務ということで申し上げますと、機構の業務というのがまた別に定義されていまして、その中に負担金の収納業務ですとか、資金援助等の、規定による業務ですとか、そういうことが入ってございますので。それは業務でしょ。それはだって返済じゃないじゃん。返済金じゃないじゃん。いや、業務だよ、だから。そういう貸し付けたり何かする機構が、要するに運営するための業務の、費用を負担するというのが一般負担金なわけですよ。業務費用なわけですよ。費用を負担してるわけですよ、ね、この中にだから賠償金なんて入ってくる、来ないでしょ。賠償返済金とか国庫に返済するための費用っていうのをここから出すようなってことはないんですよ。言えちゃいけない。そのために特別負担金っていうのがだから別に定義されてるわけですよ。特別負担金が資金の援助に関して出されたものに対して返済するためのものとして特別負担金が位置づけられているわけです。だから一般負担金と特別負担金は違うんです。この機構法も要するに作るときに問題になったのが、なんで要するに責任集中のところでこの負担金を他電力がしなきゃいけないのかっていうことで議論になったわけですよ。内閣の法務局のところで。それは要するに裁判で訴えられたらこれ負けちゃうよと。だけどこれは事務だからいいんだというところでね、それを訴えないよっていう担保をもらったからこの機構法が入ったわけだ。そうやってやって線引きをきちんとしてるんですよ。それを知らないでねやるなんてことは法務局、法務室の怠慢ですよ。それはオタクということで、もうこれはもうしょうがない。いくら言っても始まらない、しょうがないことがいっぱいあります。はい、目指していただいて、はい、どこまで見積もりっていうところにもう行っちゃってください。あんまり時間がないから他のところもやらなきゃならないし、はい、企業の形が残っております。あ、すいません、ちょっと皆さんで何か質問があれば伺ってからと思います。それではいいですか。あ、その他のところはまたここで説明してもらいます。
初4時で。あ、はいはい、じゃあ、はい、すみません。じゃあ、そうすると企業の形までいかないんで。ああ、そう。まあ、ちょっとじゃあ、まあ、とにかく、見積もりのところ。はい、いいですか。はい。見積もりのところ。はい。その他の、じゃあ、お願いします。あ、見学さんの代わりに、じゃあ。あ、じゃあ、実はこれ。はい。平成の上場線中間地道なので、この上演それぞれの通報員が直行ということで、質問を受けて、卒業いたした国の吉田と申します。吉田さんね、はい。で、こちらについてはですね、特に積算根拠が あるわけではありませんで、ご上演と同程度の規模が必要という見方もあるということでですね、これは時々きちんと積算したところではないということでございます。から配置措置関連資料はすでに1兆円弱を当社に引き上げているが、これは解体引き上げ金であり、全原発の引き上げ金である。燃料デブリの取り出しの積もりが1から4号機は5800万程度原子炉を受ける建屋の解体の投下に、そして処分の期間と費用をそれぞれいくらと運賃しているのかという話でございまして、1から4号機の自己修正ですね、および配置措置等に向けた費用損失、これはすでにこれまで運転してきた期間中に、計上してきた改定して引き上げた金もありますし、それから特別損失ということで事故発生後に引き上げた金額もございまして、24年度第3四半期決算までに9242億円とを計上をしております。これは中長期ロードマップにかかる費用としてですね、この対策費用に対策内容に基づいたんですが、それから、今後ですね、まあ、なかなか想定できない費用もあるわけです。例えば燃料デブリの取り出しとかですね、まあ、これまで経験のないような作業がございますけれども、まあ、これは海外の原子力発電所の事故、まあ、本日は3マイル等の事故等を受ける実勢規格に基づく、まあ、概算値ということでですね、まあ、非常にこれは未知のものを含んでいるということは認識しておりますけれども、あくまでもそういう見通しのもとに9242億円を。これちょっと私、数字忘れちゃったんだけど、解体引き当て金は8000ぐらいでしたっけ？ 7000 だったか8000だったっけ、確か。あ、全体に、うん、そうそうそう。あ、そうですね、はい。それの全体も入れてってことでしょ、だから。それありますね、これは9240。1から4のだけ？1から4の解体引き当て金の部分が7000とか8000だった。いや、1から4の部分が、運転中に今まであった部分の1から4号機相当分と、それから特別の。それがいくらでしたっけ？9242。これは解体引き当て金なの？これは9200。いや、解体引き当て金も含みますし、いやいや、だから解体引き当て金の分はいくらだ？1から4。1から4で、幸せは足りませんが。え、いや、だからさ、これ、内訳が欲しいわけよ。だって、さっき言ったように、今の話で言うと、デブリの部分については、取り出しの部分については、見積もりに入れてないでしょ？はい。あ、デブリ取り出しについても、一定の前提においては、見積もりに入れております。いくらなの？いや、だって内訳が聞きたいんだって、ね、はい、そうしないとだって積算するのはできないですよ、だって、はい、だからこれちょっとじゃあ後でちょっと教えていただくということで、ね、科目と金額は全部分けて分けてやらないと分かんないからさ、ではちょっと4号機の見積もりが、これは、はい、使用済み、4号機からの使用済み燃料空間の取り出し費用としては、第3四半期までには1600億円を、計上して、という内容で、これも、これは取り出しだけ、はい、取り出しだけの見積もりが1600億円、はい、保管とか管理っていうのはその、そういうのも、こちらについてはですね、この契約等に影響を与えるということで、ご回答できないということになります。契約だってさ、自分のところで保管管理するんで、他のところに委託するかもしれないけど、自分のところで保管するわけだから、他の会社が、ね、保管したりなんかするわけじゃないでしょ。自分のうちのだって、使用済み燃料をこう管理するのにいくらかかるかって、言えないわけないじゃん、自分のところでやるの。おかしいでしょ。陸の中間貯蔵施設に持っていくという、そういうことで言えないということ。それが OK ということではない。
持っていかないですよね。だから自分のところでやるんだったら自分のところで管理するわけだから、例えば建屋が必要になれば建屋の費用も必要なわけでしょ。そういうふうな意味で言えば、例えば今後契約をしていかなければいけないということになりましたね。いやだってそれは総額として出しているには別にその個々の、ね、契約問題からしては全然関係ないわけです、はい、そうでしょ。少なくても事業計画なり何なりに入れるのに、ここではいくら、ここではいくらっていうふうに大枠でのね、項目別の見積もり額っていうのを出していかないと、もう計画自体が、いや、いくら余るんですよとか、いくら足りないんですよっていう話が、全く経営的にはできないくなるわけですよ。でしょ？吉田さん、そう思いますでしょ、だって。ね、でそれの大枠、まあ、大枠でも項目的な大枠としてね、これについていくら、これについていくらっていうのは、出さなきゃおかしいわけです。じゃあそんなに積算ってのはいい加減なんだなっていうふうに、ね、なるわけだから、せめてそこのところぐらいは出してたんだ。あの福島以外の場所に貯蔵保管施設を作ろうということなんです。それとも例えば国内ではなくて、あ、まあ、あれなの、国内に新たに保管施設を作ってそこに持っていくってことなのか、それともあの他電力に扱ってもらおうとかってことなのか、それとも海外、例えばフランスとかに輸送して扱ってもらおうとか、そういうことなんです。決まってないというか、決まってないという方針が決まってないから出せない、はい、それはいつまでに決めるんですか。早急に決めないとまずいですよね。あ、取り出した後ということですね。そうですよね。もう取り出すというのが、今年の末でしょ。それからですね。あ、開始だと。だからもうその段階では、あのどうするかはもう決めてなくちゃならないことだから。あ、取り出し終了まで。終了まで。いや、開始するまでに。開始したらばどっかに。ちょっといいですか、ですけれども、今当面決まっていることとしては、あの共用プールに4号、1、2、3、4号共用プールに入れようという計画がまずあります。今で共用プールは空きが足りないので、その共用プールに入っている健全な燃料をあのキャスクに入れようという計画があります。今キャスクの仮保管建屋でも建設工事を進めています。今決まっているところを鑑識です。鑑識貯蔵キャスク、もしくはあの輸送貯蔵機のキャスク、まあ、どちらも、まあ、鑑識で貯蔵できるタイプのキャスクで、今現時点で決まっているところは、まず共用プールにある燃料をあのキャスクに入れて鑑識貯蔵する。で空いたところにまずは4号機のやつをあの入れていくと、そこまで。その後最終的にどうするかはあの4号機ではない、あの決してあの取り出し開始までに行き先を決まってないということではなくて、そこまで決まるということは、金額が出ない理由がないです。例えばキャスクに入れてもさ、いくつ例えば、ね、入れるのか、新しく作るのか、鑑識のやつを作るのかね、ご報告してますけれども、あのキャスクの調達計画とか、ちょっと正確に言わせましたけど、最低50機とか、うん、そういったものを用意してっていうことと、あと、まあ、取り出し手順なんかも、ちょっと4号に関してはですけども、決めておりますので、ちょっと額の話です。まあ多分だからそういう計画があって、計画があるとつらい金額がしついてくる話なわけだからね。そういう意味で その辺でこうこの計画を知ってないと金額出せないじゃん。そういう意味で言えば、実は変だと思うわけです。キャスク1個っていくらですか。そうですね、確かね、3億くらい物に増えますけども、鑑識使用済みとまた別に作るんでしょ。鑑識は鑑識はですね、別にだから新たに作るってことで、その容器とその物流量が違いますので、ね、違いますね、だから新たに作るってことですね。では、2つ高レベルの施設見積もりが、それお答え、これじゃいいですか。はいはいはい。
対流水貯蔵タンク、それから、桐生サリーアルスと水処理施設、地下水バイパスの設置などに汚染水対策に関する、関連する費用なんですけれども、聞こえません。タンク、キュリオン、サリー、アルプス等の水処理施設、それから地下バイパスの設置など、主に汚染水対策に関連する費用は、ステップ2完了までの、抑制分野、それから中長期ロードマップでのプラントの安定状態の継続分野に含まれておりまして、ちょっと打ち上げを持っておりません、大変恐縮ですけれども、両分野合計で2280億円程度を計上しております。第三者集まりです。これってもうずっと出続けてるんですで、まあ、計画としてね、止める方法とかっていうのは考えてないんですか？地下水対策というよりどうしてもこれは流れ込んでくるので、井戸を掘って流れ込む、いわゆるプラントのこのところに流れ込んでくるものを、減少させるというのが当面の対策です。その当面の対策、それは入ってるんですか、この225万、はい、地下水バイパスの設置ということで入っております。もう一つの最後に残った質問で、吉田と本部長の対策にさせていただきたいので、お願いします。質問内容、被災地の復興を円滑に進めていくために今後必要と見込められる費用は、一企業のみの努力では到底対応していない規模となる可能性が高いという表現でございまして、賠償も十分できる救済を受けている東電が、を進めていくための費用と善意の第三者として一心で背負っているような言い方はいかがなものかというところでご質問いただいておりますけれども、非常にその表現につきましてですね、お答えを招くようなところがございましたら、本当にお詫びをしたいと思います。ただおっしゃるように、破綻させた方が良かったというようなご意見先ほどもございましたけれども、いずれにしても当社は存続させるという決定は昨年、国レベルでなされたわけで、こうした支払いを、20年超という期間、継続しているというのはですね、一民間企業の、努力では、難しいというところを、記載させていただいた次第で、表現についてですね、少しそういった配慮が足りなかったというところであれば、お詫びを申し上げたいと思います。これについては、結局ね、皆さんもそう、さっき言ったようにね、皆さんもやっぱり破綻させちゃった方がこれからやっていこうというところではいいと思うんですよ。どう考えたって、こうだってずっとこう人の金使うのとかね、税金使うのとか言われててさ、言われ続けるわけでしょ。だってこれずっと存続させてる限り。ところが一方でね、もう金がなくても破綻しちゃってるんだよというね、また税金入ってこなきゃやっていけないんだよってことを言ってるわけだから、自分から普通の企業だったらもう自分で構成法をね、申請するわけですよ。再生なり構成なりをね、申請するべきなんですよ、普通の民間企業ならね。で、今国の金が入っちゃってるからできなくなっちゃってる部分とかっていうのはあるかもしれないけど、でもやっぱりこれは東電自体が今後やっぱりいろんなことを考えていった場合にね、モチベーションはもう維持するにしたってさ、やっぱり潰しちゃってね、やらない限りはダメだという現状を一生懸命言ってて金をこせっつってさ、これじゃあさ、皆さんだってやる気ないでしょ。だっていくらかかるか分かんない金をさ、汚せってね。質問していいですか？はい、どうぞ。高レベル汚染水をちょっとどうですけど、どんどん毎年毎日毎日400トンして、それが大変だっていうことになりました。それを放出するという計画があります。放出にあたっては、アルプスを使って62種類の新水を実施していて、それで、ほとんど除染ができたと言っていると思ったら、トリチウム水になってしまう。基準値の大体60倍くらい、これを要するに地下水で、水で薄めて放出するという、そういう流れで進んでいるんですけども、本当にこんなことする。さらに言うと、この2280億円の中で、アルプスを使って除染をするという、その汚染水の処理のラインを構築する前提で立てている金額だと思うんですけども、その先はどうするという前提で、これ2280億円なんです。延々と貯蔵タンクを作っていくという計画で、無限に作るから2280億円なのか、それとも大量水はこれで打ち止めにして放出するから2280億円なのか、先が分からなければこの数字出ないので、どっちですか？
放出についてはあの今のところあの考えてはいないと。いや、計算するときで考えざるを得ないでしょ。計画なしで数字は出せませんから、その時の前提はどういう結果ですかっていう、そこも分からなかったら実際に勝ちませんから、その時にはどういう前提で計画を立てているか。すいません、打ち上げの方を持ち合わせてないので。こういうところはちょっと吉田さん持ち帰って内訳このね部分のところをちょっとお願いします。吉田あの金額の代わりで、あ、じゃあ金額さんに伝えてください。吉田さんどうぞ。先ほどあの、負担金の件でちょっと基礎的なところで答えしてくれなかったところの一点だけ聞かせていただいてよろしいですか。あの、一般負担金が気候のその何でしょう、あの我々の今の売買事業に対して関してこれおかしいんじゃないのかご指摘あったかと思いますけれども、まずその先ほど申し上げたように、法律の話になってしまうので無機質かもしれませんけど、法律上はその業務の範囲、機構の業務の範囲ということでいくつかこうあの項目が挙げられていて、その中に、具体的に言うと第35条に、の第2項に、第3節の規定による資金援助その他同節の規定による業務と書いてあって、そちらを飛ばして第3節に行くと、要はそこに、資金援助の決定ということで、資金援助をその機構の運営課の議決を経て弊社のその賠償になっているような額を決めるというような形になっているので、額を決めるっていうことと、その中に賠償金を入れるってことは全然話は別でしょ。でその中にその、現職事業者が実際にその計画そのいろいろ見積もりを出してその機構の方に、業賠償額の認定を受けるという前段があって、それを機構が決めて、そこに、資金援助を決定するというこの、ね、資金援助を決定するための業務をやるというね、機構が支援機構が業務を行うための費用っていうのは、はい、それがだから機構が行う業務のための費用なんですよ。それはだから賠償金じゃないんですよ。銀行のお金を貸し出そうというとき、銀行に貸してる給与と人に貸すお金をこっちゾンプリカントで計算しますかってことでしょ。そんなことはありえない。人に貸しているのにさ、それをだから、まあ、他の人がまたそれをさ返すということにはならないでしょ。借りた人に返すんだよ。借りた人が返すんだよ。組織運営費用と運用している費用は別で、はい、おっしゃるとおり、それをどぶりしてるんじゃないですかと。それはだから全然違うわけですよ。一般負担金っていうのは支援機構が運営するために使った経費、費用、運用費、運営費、それをみんなで負担しましょうっていうのが一般負担金なんですよ。そこで機構が貸し付けたお金、それをだから一般負担金の中に入れようっていうんじゃなくて、貸し付けたものについては、これについては貸し付けた業者、東電に対して返済をもらう、返済してもらう、それがだから特別負担金なんです。そうやってやって機構法の中では分けてるんですよ、一般負担金と特別負担金を。だから貸し付けられた方のものが負担するのが特別負担金なんです。その意味で一般負担金を当然隠すなんて問題あり得ない。他の人がだからその、ね、一般負担金の中に税金を入れちゃうと、だって味噌もクソも一緒になっちゃうじゃん。貸し付けやったやつと、それから運営費とさ、ちょっと整理して答えできるようにいたします。はい、それはできないと思うけど、まあ、はい、宇野口はこれで一応のパートは終了いたしました。で、申し訳ないですけど、宇野口はこれで、はい、で、他ができなかったところに一回ちょっとまたご答えください。はい、後でね、はい、メールでも、はい、打ち明けもらわないことでお願いします。飛ばせていただきまして、あと総合特別事業計画のところで事項の話があるんですが、事項の転用を、事項の転用、これについては主管のもの来ておりますので、福島の総務省の秋元と申します。ご質問の方で事項につきましてですね、条件が事項の転用本部というとご宣言しているのはそういう話じゃないですかと、こういったご質問をいただいております。で、民法のですね、166条に
きまして、その自分の利益をあらかじめ放棄することができないと、これが明確に規定されている、まあ、そういうことを前提した上で、ただ、私どもとしてはですね、その被害に遭われた方が、その事故によって適切な賠償を受けることができないということは、これ絶対にあってはならないことだと、そういうふうに考えておりまして、そういった考えに基づきまして、その仮に事故が完成したとしても、直ちにその事故を延用するといったことは考えていないということを、まあ、表明させていただいたということであります。それから、その消滅事故がそのいつからこう始まるのか、その起算がいつからかという話ですとか、それから、その事故の中断事由といって、まあ、こういったの法的な観点等もありますので、まあ、直ちにその事故が事故から3年経ったことによって、直ちに成立するということではないということを、まあ、前回の特集の中でご説明させていただいたと、こういった。今日は計画の中で言っているように、遠洋っていえば、こういった形にはないんだけど、まあ、要するにしないよと、まあまあまあ、そういうふうには。やらないんですよと、しないよということですね。確かそういうようなちゃんと書き方をしてたと。はい、はい、それでいいですね。はい、もしよろしければ、書簡のものをだいぶ並ばせたんですが、答えきれなかったところが来ました。先ほど言いましたように、あと、その他の項目で、臨床センターのとお答えするところがまだ残っておりますので、そこら辺、どこが残っているか、全体整理して、あったらどうかなと思います。追加の説明ということで、堀井さんからいただいていた中で、まず、休憩挟んだ後にですね、川内電議員の非常に失敗した件、それと、原発作業員の被爆記録、作業員要員計画に関する説明、それと、電源ソース管理ですね、と、事前質問のいただいた4号機の件ですね、これを休憩後に検査されます。はい、すいません、赤さんにちょっと確認させていただいていいですか。はい、今回、この会がこのようにちゃんと要求を取ることに対する、こういう、この会に対する、まあ、仲間ですけどね、経営をするとともに、この交渉に関しては当然の方たちにですね、ちゃんと室内で管理していただくようになったことは、ある意味で評価したいと思います。ただ私は確認したいことは、1月11日、初めて福島、原発にある福島の女たち、ずらっと10人ぐらい、はい、お邪魔して、要請書を差し上げて、回答をいただきました。その後もいただいてますけれども、その時に、確かに今日のように一生懸命こう聞いていただいたんだけど、ガス抜きではないのかとか、これが単なるね、この場だけで止まってるんじゃないのかっていう疑問とか、会議の声がね、出されて、できれば社長に直接、私たちなかなか福島から出てこれないし、社長に直接お会いしたいんだと、会わせていただけないかっていうことを強く申し入れたら、相田さん、要するに今日のことはここだけにとどまらせないで、ちゃんと組織の機関会議にかけますってちゃんと命令してくださったんですよ。それで私それすごく覚えていて、組織図がたまたま出てるので、この中のどのレベルまでね、ちゃんと出してあげて、私たちのこの今日もたくさん出ました重要なことが、そういうことをどのまで検討していただいたのか、まず 1.11 の私たちの要求はどのレベルまで届いたんですか。それちょっとお答えください。まずすみません、少しガス抜きかっていうお話に関しては、はい、候補の私の方だけまず聞くだけではですね、確かに私一人の窓口で社内に伝える、その社内に伝えるという仕事は社長まで行かないと、社内に伝えるという仕事はできるんですが、やはりその一人だけ聞くだけでは力が足りない、そういうその力足らずが発生している、まあ、そういう意味で今日もこの間も
賠償のものを福島の担当のものをたくさん。でも答えられない方もいらっしゃいましたよね。質問として薬不足って言って失礼ですけど、呼んでおりますけど、なるべくそのいろんな部門からですね、出てもらいまして、一緒に聞いて、でそれぞれのその司で、それぞれの部門で、いろんな関係のもの、社内の関係のものにですね、しっかり伝えるっていうふうなことをやるのも一つのやり方かなと思いまして、関係、今日みたいな番を作って、どのレベルまで行ったんですか。でそれぞれその部門として、私ども広報部門ですので、社長、会長、会長、社長以下原子力関係の部門の役職者の方には、こういうご意見をいただきましたという報告はしております。報告しているのはずっとしたっておっしゃってたけど、でも正式な項目に上がったのは見たことないっていうのをこっちの方から、友の会の方からも出されましたよね。だ今度はあれ以来ちょっと進歩して、ちゃんと文字として項目に上がったのか、そういう証拠的な進歩した答える、私たちの要望に答えるちょっとレベルアップの部分がありますかって聞いてるの。あの時ちゃんとやりますっておっしゃったんですよ、相田さん。そういう意味では報告はいたしました。いたしました。いたしました。じゃあ従来通りですね。はい、従来通りです。じゃあ進歩はしてないということですね。じゃあそれではちょっとないがしろにされてますよね。もうちょっとちゃんとした場に、こういう今日の問題でも随分いい食い違ってる部分はあるんですから、そういうのをきちっと項目に出して、それで文字文書としてちゃんと出してください。ただ単にあれじゃなくて、でなきゃこれだけ時間と本当に大変なことをかけてきてるんですよ。皆さんも忙しいかもしれないけど、まあ業務時間ないでしょ。私たちは私たちなりに努力してこれだけ来てるんですよね。貴重な時間なんですよ。どれだけ反映していただけてるのかっていうのがすごく疑問なんで、もうちょっと前向きの答えまた来た時にいただきたいですね。無責任じゃないですか。やりますとおっしゃったんですから。私ちょっと覚えてますからね。おっしゃいましたよね。言わなかったわけは言いませんよね。いろいろなやり方を考えていくっていうのは、いやちゃんと載せます、伝えますとおっしゃったんですよ。報告しますのはお答えしたと。報告は同じだって、従来で報告してましたって。ね、そうだから、それに受けてこういうところまではやりましたと、そういうお答えをいただきたかったんですよ。やっぱりガス抜きですか。失礼ですけど、相田さんは新しい方のところで言うとどこに、この中で一番トップなんだと思うんですが、広報部長の下に。広報部長っていうのはだからどっちの方ですか。執行役員じゃないですね。下です。下の副社長常務の。そうですね、広報担当常務がいて、下に広報担当常務、先ほどのラインからすると広報担当常務がいて、そうすると常務担当の副社長までですか。直接言えるのは、直接ということで言えば、そうです、直接、そうですね、はい。友の会の最初の頃はね、役員クラス、役員級だって話を聞いてましたよね。それで取締役会ではなかったかもしれませんけれど、取締役会に匹敵するようなところできちんと報告して、なおかつ返事をもらってるというふうなことだったんですけど、なんか私はいつの間にか落ちてきたなというふうに思ってたんですよね。それはやっぱり東電の姿勢なんだと思うんですけど、この話を社長に、社長会長に届けるにはどうすればいいんですか。要するに要望書何本作っても社長まで行ってないってことですか。だって要望書は届くんですか、要請書は。届くだけ。でも直接相田さんから話は通せないわけですね。間を通さないと。その間じゃダメです。世の中の変わってしまう東電なりの常識、私たちから見れば非常識論理で進められているのは今日もいずれは明らかになってますけど、だからそういうのを破ってほしい。本当にその東電の、ね、上層部が本当に東電改革しようという気だったら自分たちから降りてきます。そうですよね、自分たちから部長になる。
部長は課長さんに置いてくるんですよ。何もしないっていう、それもあの、まあ、いろんなところで大臣だとか、友達のところを訪ねた時もそうなんですけど、なんていうのかな、東電という会社、自分が作ったわけじゃないんだけど、なんかこう、本当に会長だの社長だのなってしまった途端に、天井人になってしまうんですよね、あの人たちはね。自分たちはね、社員とか、例えば皆さんもそう。皆さんだって平社員から見れば上の人も、もうそう、なんていうかな、全然そういうことは、自分たちは関係のない人間なのだ、本当に天井人なのだと、あれは思ってるのはあの人たちだけなんです。それを皆さんが教えなきゃいけない。ああ、ずいぶん高いの、もっと優秀になります。本当に、ただの人間ですよって皆さんが思わなきゃいけないと思います。社長さん宛てにね、なんていうんですか、手紙書きましたよね、この友の会として、2回出してますよね。で、返事ないんですよね、書類で、社長殿で、あの2人変わりましたけど、で結局、出したまんまで、相田さんの方からその手紙に対するね、返事がない。ということは、どこかで途中で止まっちゃっていて、その名前を書いた人まで届いてないんですよ。この場限り。だから変わったのは、相田さんの所長の名前で返事があったことだけ。それもなかったですか、昔は。だから、なんかね、のれんに腕押しな、本当に。いくら真剣に、お願いしても、なんかもう本当に帰ってこない、無駄骨で、本当にもう何年も、僕そう何年も、もうここね6、7年間なんか院内集会これに参加させていただいてるんだけど、反応がないんだよね。院内集会、院内集会、厚生労働省とか労基準、あと環境とかそういうところもやるんですけど、同じなんですよ、すっかり同じなんですよ。そしてその、官僚たちは2年か3年したらね、部署前になるんですよ。そしてまたそこのところに新しい人が連れてこられて首すげ帰るだけなんですよね。本当に同じなんですよね。今日のね、いや、どうにかなんないんですかね。そうだ、本当にね、だって分かるでしょ、だって当事者なんだから相田さん分かるでしょ、僕が言ったことが事実だっていうことは分かるでしょ、これ何年もやってるこれ、ね、不信感が増すだけですよ。こんなこともったいないじゃないですか。私のね、だから改善するにはね、どうしたらいいかっていうとね、半分はね、一緒に話し合ってもいいですよ。半分は所長さんのね力でしたよ、今まで私の印象では20何年、だから相田さんの前かその前ぐらいからちょっとかなりもうひどい状態で、もうその前からそうだけど、だけど所長次第ではね、努力がある程度認められた時もあるし、私たちと公開討論会やった時もあるんですよね、東京でね。ですけどもう本当に悪いけど、今の所長、まあ、過去のこと言いませんけど、今の所長、これからの所長問題にしたいんです。今ちゃんとやっていただかなければ何にもならないんですよね。だから東京電力の責任もあるんだけど、ここの場で言えば半分は所長の責任ですから、皆さん、だから大いに言ってください。できることはできる限り頑張ってください。皆さんだから本当に今までのやり方の延長だから、これじゃ本当にね、いくらここの場でね、真剣なご意見言ってもね、何も本当に、あれなんだもん、東京電力から真剣な答えが返ってこないの。だから、これ本当に問題ですよ。だから、これが、努力してですよ。できないんだったら、協力しますよ、こちらが。だって、今のことって言ったらね、やって。信頼がこう回復できるならいいけど、まあ、逆に不信感が増すばかりなのもこんなやり方してる。でも、お互いに。
本当あの対話について足りないというのは村さんから何度も言われまして、自分としての反省としてもう少し努力しますというふうな何がしかの答えができるように考えたいと思います。ちょっと進歩したお答えいただきたいですね、はい、今度また機会があったら来ますので、はい、どんな時間もかかってもいい、はい、福島復興本社もできたんだから、はい、そこに警察庁と話し合う場所みたいなのを作ってほしい。でもとにかくこの場を無駄にしてほしくないんですよ。友の会はこれだけ努力し、で私が知る限り相田さんの時代しか私は知りませんけど、それなりに真摯に受け止めていただいてると思ってるんですよ。だからこの間のお言葉を私は、あ、今度聞かれたら聞こう聞こうって思って、今日チャンスだなと思ってお聞きしたんですよ。だからそれに対するね、来日あるね、本当にご努力なさったっていうことが分かる。うん、で私たちは本当に私たちが思っていることを伝えていただくことが東電の改革につながると思ってるから言ってるわけですから、無駄しないで、今日いらっしゃる方には伝わったかもしれませんけど、もっとやっぱり組織だから上の方に伝わっていただかないと、期間決定の期間にそういう努力をもっとしてくださいよ。はい、昨日新しい方もいらっしゃるから、私やっぱり言いたいんですけど、二十何年間やってきてね、うん、そして虚しかったって思ってますけど、それは答えてもらわないっていう話じゃなくて、答えてもらえなかったって話じゃなくて、こういう形でですね、シビアアクシデントは4期もっていう、こういう形で答えられたんですよ。それがもうたまらなく悔しいんです。何やってきたんだろう自分はっていうふうな思いです。だから皆さんの、そちらにいらっしゃる皆さんもそういう思いで必死で動いていただかなければ、また同じことじゃないですか。その他のことになるんです。皆さんの勤める会社が本当に地球上に大変なことをしてしまったら、だん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 なんかね、意識がこう薄くなっていってるんですよね。だって第二の福島が起きる恐怖を私たち身近で感じて、毎日のように地震情報が出るんですよ、テレビに。どうするんですか、そこに4号崩れたら、もう1号から4号機まで、この緊迫感、もっと近くに来て感じてくださいよ。怖いですよ。いや、私たち地震も怖いけど、日本が潰れるんじゃないか、バカにされるんじゃないか、もう日本なんかつまみ出されるんじゃないか、大変な、もう地球に対して、人類に対して申し訳ないことを、これ以上私は犯してほしくないんですよね。そういう緊迫感が感じられないんですよ。私はもう第二の福島早く起こってしまえばいいと思ってますよ。本当緊張感がないから、そうだ、終わりだね。もう終わりなんだけど、なんかもう本当にその緊張感がない、ね、もしかしたらもう終わってしまってもいいや、もう後片付けできないから、それを私は待ってるのかなと。自然の力に任せて責任をつけて、もうそれを私は待ってるのかなと本気で思ってます。自分はいいけど子供とか孫とか申し訳ないじゃないですか。うん、もう福島のあの施設にの近くで、あそこです暮らしてください。人のいない白町になったところで、そのぐらいのことやってくれるんならね、ちょっと真剣になってるなと思いますけど。何回も言ってんですけどね、私の家上げるって。うん、空き家いっぱいあるよね。私の家は無傷でした。本当にあげますから住んでくださいよ。寮にして、当然もう若いとは言ってほしくない。もういい思いした人たちに言ってほしい。心境には伝わってない。ちょっと休んで。はい。お願いします。よろしくお願いします。